皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ウェブチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。9月も下旬になりまして、だいぶ夜は涼しくなってきたんですけど、まだ日中はちょっと汗ばむ気温になったりする時があって、寒暖の差がこれからだんだん大きくなってくると思うので、体調の崩さないよう皆さんご注意ください。で、今回ご紹介するのはこちらなんですけど、こちらは100円ショップのセリアで売ってる手作り時計キットなんですけど、この商品はセリアだけっていうわけじゃなくて、キャンドゥなんかでも同じようなものを売ってると思いますけども、これでですね、オリジナルの時計を作っていこうと思うんですけど、こちらは時計のムーブメントだけのセットなんですけど、時計盤は自分で作ったりするなりして用意する必要があるんですけど、その時計盤の部分をですね、今年の7月にいわき市のアンモナイトセンターで取ってきた化石を使って、時計を作っていきたいと思います。先ほど化石を使うって言いましたけれども、どの化石を使うのかというと、こちら最近発掘に行った時に、アンモナイトセンターで掘り出してきた化石なんですけども、わかりますかね。ここに、イノセラムスの化石が見えます。他にもこうイノセラムスの破片とかがいろいろ入ってるのがあるんですけど、これを文字盤にしてですね、時計作ってみたいと思うんですけど、厚みが今5センチくらいあるんですけども、これじゃ文字盤としては使えませんので、まずはこれを、2つに、きれいに割れればいいんですけど、こう半分の厚さにしてみて、時計の文字盤にしたいと思います。ちょっと予定より大きく砕けちゃったんで、そこは後で接着したいと思います。極力盤面を薄くしたいがために、薄くこう削っていってた途中だったんですけど、やっぱりこうなっちゃいますよね。これはこれで仕方がないんで、これに、ムーブメント取り付けられるようにちょっと調整したいと思います。貫通しました。これでうまくはまればいいんですけど、まだちょっと厚みが大きいんで、もうちょっと削る必要があるかもしれません。はい、なんとかワッシャーが締められるところまで、掘り下げたんですけれども、で一応それで、仮に針をつけてみたんですけど、この高さだとこの端芯がちょっと石にぶつかっちゃう感じなので、これ以上石を削るというよりは、この針自体をちょっとこう段違いに曲げて、根元から曲げちゃえばそんなに干渉しないのかなと思うので、ちょっとあとは針変形させて対応したいかなと思います。はい、こんな感じで根元から一旦、上に曲げて、途中からまた下に少し曲げる感じで、ちょっとこう斜めに跳ね上がったような感じの針にしてみたいと思います。
こんな感じで、石に干渉しないように針跳ね上げた感じにして、これで OK ですね。とりあえずこれで、大まかな石の削りの加工は終わりになります。はい、というわけで削り加工は終わったんですけれども、この状態だとまだこの表面を保護していない状態なので、木工用ボンドを使って、この化石の表面を保護する加工をしたいと思います。今回はちょっと一工夫してですね、これをちょっと使います。こちらは、ダイソーの水彩絵の具なんですけども、こちら12色あるんですけど、今回はこちらの黒を使います。はい、こちらなんですけども、すでに、水に木工用ボンドを溶いたものに、この水彩絵の具を混ぜて調色したやつです。カメラでどこに映ってるかわかんないですけど、ま、真っ黒というよりは、非常に濃いグレーっていう感じの色になってます。はい、というわけでこいつに色を塗っていきます。作業途中で真っ二つになっちゃったやつの片割れにも塗っていきます。で、これ割れちゃった方の、まあ、化石の方なんですけど、ここがすごい綺麗にスパッて割れてますよね。別にこれ、何かで整えたっていうわけではなくて、もう叩いて割ったらここでスパッてこう切れちゃったんですけど、多分ですね、ここの部分、まあ、ちょっとこうなんていうか弾丸みたいな形になってる部分が、多分これ生根化石といって、まあ、その昔その海の底なんかに生物が作った巣穴みたいなやつですね。そこにこう、泥か砂かがこう流れ込んで、それがもうそのまま痕跡として化石になったものですね。たまたまそれがここにあったんで、まあ、ここがスパッとこう割れちゃったんだと思います。はい、表面が濡れましたんで、これでちょっと乾かしてから裏側塗りたいと思います。はい、というわけで時計の動作に関してはまあ問題ない感じなんで、あとはですね、まあこういう感じで、暗い盤面にしたことで、時計の針は際立つんですけど、今度化石がどこにあるかあまりちょっと分かんない感じになっちゃってるので、化石の存在を際立たせるためのちょっと装飾を入れていきたいと思います。そこで使うのがこちら、はい、ペイントマーカーなんですけど、色は金になります。それとこちら、こうキッチンペーパー、折りたたんだものですけれども、キッチンペーパーにこの金色の、マーカーをこうポン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 と、やりまして、このようにつけます。これをですね、このここに寄せるものがありますけれども、ここにちょっと軽くこすりつけるようにして、わかりますかね、ちょっとこうインセラムスのこうしましま模様を際立たせるように軽く塗っていきます。まあ要するにドライブラシ
ってことですよね。はい、こんな感じで、若干こう鈍く光る感じの仕上がりになってます。まあ完全に金色にしちゃうよりは、ちょっとなんかこう質感がちょっと味が出ていい感じじゃないかなと思います。はい、というわけで完成しました、イノセラムスの化石を使った時計なんですけれども、一応ここにフックがついているので壁掛けとして使えるんですけど、まあこれ自体が石ですんでちょっと重いんで、まあ壁掛けなんか使ってで、落っこっちゃったりしたらもう完全に、粉砕すると思います。なので、壁掛けというよりは何かスタンド用のようなものに立てかけて、使うような感じが、まあ、普通なのかなと思います。あるいはこう、テーブルの上にこう平置きするような感じになっちゃうかなと思うんですけど、個人的にはこの質感は気に入ってますけど、ちょっとね、まあ、ここ作る段階でこう真っ二つに割れちゃったこのひびが目立っちゃってますけど、まあ、それが残念かなというところではあります。まあ、アモナイトセンターにはですね、まあ、7月以降ちょっと行ってないんで、だいぶ涼しくはなってきたんで、またちょっと時間があったら行きたいなと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。